日。はい、始まりました。イエーイ。最初の頃行こうか。はい、行きますか。行っちゃって、せーの、リオグルー寝かさないと。イエー。始まりました。こんばんは。こんばんは。今週からね、まあグループとしてね、そうですね、交代でね、そう各種交代で、もともとね、だからそのリオがね、今夜は寝かせないとやってましたけど、はいはいはい、グループとして、はい、今夜からネロ参戦ということで。おお。まあ先月ね、先月というか、はいはい、先週まあその参戦してもらいましたけど、参戦させてもらいましたけどね、まあ、言うたらあんな感じやな、うん、深夜からゴールデンに入るみたいな感じや。確かに、おしゃれ、ね、でもね、ちょっとね、ちょっと早速ね、ちょっと大事なことがあって、うん、うん、重大ニュースがあって、はいはい、しんくん、なんとなんと、ね、2時半だっけ、2時半、2時半集合っつったのに放送始まる10秒前ぐらいに来ました。よいしょ。遅すぎ、遅すぎ、マジで申し訳ない。いや、マジこうパッてなる、申し訳ない、10秒前ぐらいに、それは申し訳ない。いや、ちょっとなんならハーハーしてるから、ちょっと急いできたんで、ごめん、歩きって言いながらめっちゃやばかった。じゃあやろうか、リオグル寝かさないと。やかましい、やかましい。おいでおいで、よし、ドキドキ、おいでおいで、やかましい。ね、めちゃめちゃね、悪いやつマジで急いできました、すいません、ほんとに、うん、なんかそう、画面じゃ伝わらないけど、マジで10秒前ぐらいに来てヤクザかと思ったわ。本当に申し訳ない。このあの時画面の感じは春樹が全部言ってくれたやなと思って、うん、ちょっと近くしといたっす。そうですね、うん、ありがとうございます汗かけましたね。走って、本当に、はい、うん、いやでも走ってきましたね。走ってきました、うん、じゃあもう、いいかな。今週からね、まあグループとして、ネロはね、もともと今夜は寝かさないと、はいはい、リオでやってましたけど、はいはい、まあネロも参戦させてもらうということで ね、よいしょ。お、ハルキくんかっこいいばっか。いや、本当にね、ハルキくん来たよって。本当にね、シンくん、ハルキくん、俺しかいないから本当に痛い感じになってますけど、うん、そう、おい、すげえ、なんか意外とハルキくんのかっこいいちょっと多いね、割とね、いや本当に、助かる助かる。これからね、うん、本当にこん、リオグループもう乗ってるからね。おっ、どこに、こう見て、あ、本当だ、ちっちゃく、いや、後付けか、画面の右上ね、後付けがすごくない。今月からね、今月か、そうだね、今月から、まあグループとしてネロが、うんうん、参戦しました。よいしょ、イエーイ。それさっき言った、そうさっき言いました、それしんくん、2週に1回かな、うん、リオ、ネロ、リオ、ネロになるんで、うんうん、今月一発目、ネロの本当に一発目の放送ということでね、MC は、ハルキと、はい、僕でね、シーンでやらせてもらうんで、よろしくお願いします。お願いしますね、第1回目だからね。そうね、はい、第1回目で、まあ自己紹介していこうか。そうっすね、自己紹介ね、うん、グループ参戦ということでねはいはいはい、うちのハルキからちょっとドガンとめちゃめちゃ面白いこと言ったってやもん。いや、ちょっと呼吸整えてんじゃないよ俺が10秒前ぐらいに来たからって、呼吸整えてるだけじゃん。さすがっすね、絶対やっぱ分かってますね、うん、兄貴、兄貴分かってますね。ほんとにもう放送中ビー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 、ほんとに、うん、ちょっとねえ、なんか打ち合わせたやつもなんか伝えてないしね、それちょっとあれですけどねどうすんの、 CM 中に話すんで。ほんとに呼吸整えてる場合じゃないよ。呼吸整えさせてください、ね、ちょ、コメント読みましょう。そうだね、そう、二人で、そう、決めてたんですよ。そうだね、ちょ、コメントを読もうっていう、そう、頑張ってねって、ほらアップ欲しい、 ありがとう、アップやで、はるきくんかっこいい。いや、そうでもない、そうでもないよ。どこであんの、うん、そうでもないよ。どこではるきくんかっこいいの、
春樹くんの髪型かっこいい。あ、ありがとう。ありがとう、ありがとう。でももう来ちゃうんだよね。うん、春樹くんイケメン。なんかもういいや、そういうコメントは。飽きた。飽きたよ。そうだね。うん。ね、あ、そう、ツイキャスもしてるからね。そうだね。あ、うちあの、めっちゃツイキャスしてるんで。そうそうそう。チク、後ろすぎないって。顔がでかいから、ね。あ、なるほど、そういうこと。ミチや。なに、なに。これミチやろ。俺側がいじるんじゃなくて、ハルキくん前すぎないじゃなくて、シンくん後ろすぎないってこと。なかなか新しいコメント来ましたね、これ。腹立つ。腹立つわ。本当に、いや、なんか新しくない？俺側を言うんじゃなくて、こっち側でこう、ね、遠回しに。ね、こっちいじるんじゃなくて、ピンポイント。性格悪いわ。性格悪いわ。めちゃめちゃいいっすね。しかもなんか、普段いじられ慣れてる俺より、シンくんが先に気づくっていう。いやいや、顔でかいけどね。当たり前じゃないですか。で、こうやって並んだら、うん、だいたい同じ声じゃん、ほら、だいたい同じ声じゃん。いや、めちゃめちゃ後ろ、めちゃ後ろ見てる。だいたい同じ声なんだって、ほら、これくらいでちょうどいいじゃん。え、だってこうでしょ。いや、俺の方がちっちゃいよ。やかましいよ。やかましい。俺の方がちっちゃいよ。うん、てことでね、てことでね、とか言って。おい、誰だよ、シンくんバスケットボールと喋ってるのさ。おい、やかましい。誰だよ。どこにあー、ちっちゃいコメントない、ない、マジバスケットボールじゃないでしょ。じゃあ1回目な、だって俺らめっちゃ寝てきたのな。え、めっちゃ寝てきたやん。いや、呼吸整えて。1回呼吸整えてって。えっ、ちょ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 、俺今日ホント頼むわ、ごめんごめん、ホントごめん。うるさい、うるさい。会長に大学打ってね、ホントにあのやらせていただきますって言うてね、しっかりやろうとしたつもりが、うん、めっちゃベルト。よいしょー、よいしょ。シンク酔ってるから、ちょっとね、ちょっとだけだけどね、うん、ほんと今日は春樹にお願いしようかなと思ってるんで。これ今何分とかってどこに書いてるんですか。そうですね、まあ要は45分からなんで。ああ、そこ見ればいいの。ちょうど12分ぐらい経ったぐらいかな。カメラこっちなんで、うん、あ、こっちか。そう。いつ出ようかなっていう顔してますよね。うん、まあとりあえず自己紹介しますか。そうだね。ね、あのベロベロのシンクそろそろ光景となったんで、まあ、はい、言っちゃってくださいよ。プレイヤーズクラブでの、カンボスさんいらっしゃいます、シンです。イエイ。趣味は少なく、趣味遅刻、趣味は遅刻、趣味は遅刻、趣味は遅刻と、趣味は、読書、うん、睡眠、ぐらいですかね。およろしく。なんかちょっとモテそうな趣味混ぜてきたな。モテそうな趣味混ぜてきたな。バレた。本当に。そういうとこ突っ込むのうまいからね、お前はね。すぐ混ぜる。上手やね、さすがね。じゃあ、まれにのくせに読書。じゃあ、じゃあ、ハルキーからよろしくお願いします。いちゃいますか。ね、プレイヤーズクラブネロ。はいはい。期待のカリスマ。こっち向いて。やかましいわ。あいた。向いてないけど。向いてないから。あ、そう、向く前にやってたから。そう。はい、ハルキです。イエイ。どうも。ね、まあ遅刻は趣味じゃないけど、まあめっちゃ詰められてる。趣味なんだろうな。めっちゃ詰められてる。趣味、まあ二度寝かな。あの、なんか君の隣でする二度寝かな。なんか打ち合わせでさ、そのなんかそういうこと考えてたんですけど、それを無理やり頑張ろうとして、あの持ってこうとしてる感じですね。おい、誰だよ、進撃の顔してた。誰だよ。絶対超大型巨人じゃん、そんなコメント割と多ない、うん、2人とも可愛い系だね。言い直すんかい。でも写真めっちゃ被るよね。いや、今日たまたま被ってないけど。いや、割と被るんじゃない。そうっすっけ。うん、と思うけど、うん、誰が進撃やね。今何歳？23歳。進くんかっこいい、ありがとうございます。あ、趣味、遅刻、特技、寝坊って書いてあるよ。ありがとうございます。得意な。あーす、うん、あの本当にね、プレイヤーズクラブネロとしてあのグループでね、こうやってまあ会長からね、参戦させてもらうんでね、まあしっかりやっていくんで、うん、あの見てね、みんなね。イエイイエイ。じゃあなんか一番なんかやかましいのが、あの見ました、予告のなんか文字みたいな。予告めっちゃおもろかったっすよ、うん、え、見た、みんな考えた。ついに、そう、二人で一生懸命考えて。そう、笑いながら考えたもんな。そう。10分、15分ぐらい考えたからね、あれ。
2人で考えて社長に、社長に送ったんすよ。はいはいはい、社長に送って牧社長大丈夫っすかって、はい、これ大丈夫っすかね、この文章結構ふざけたというか面白おかしく言った文章で、はいはい、社長に送ったんすよ、はいはい、大丈夫っすか、はいはい、返信来る前にシェアしながら、あー早ーぞびっくりしちゃう。そう、え、見てない、どこにあんだろう。めちゃめちゃ、あ、そうだ、シェアしてたからね、皆さんシェアしていただいてたんで、 LINE とかでさ、 LINE とかでやってんの。そうなんすよ、 Twitter でもあるかな、うん、これこれ、クラブネロのリオグル寝かさないと、はいはい、ついにやってまいりました、はい、ナイトチューブの寝かさないとにグループとしてネロが参戦、yeah! 今回一発目のネロでの放送ということで、うん、MC シン、うん、ハルキが熱すぎるトークを展開、yeah! これまであまたの小競り合いを繰り返してきた、小競り合い繰り返してシン、ハルキの待望のタッグが実現実現した、この30分を見逃すな、イエーイ、小競り合い繰り返しました。小競り合いはいっぱいするから、めちゃめちゃ小競り合い繰り返しました。そうそう、熱すぎてるからもうね、あの VIP で2人で話したことはちょっと秘密だから、ね、そうそう秘密だから、うん、一生懸命考えたから、めちゃめちゃ小競り合い繰り返してるよね、そうそうそう、小競り合い本当にそう、熱すぎる2つの2人の、あのその時に熱すぎるってそんだけタイトル組んどいてめちゃめちゃしょうもない話しようっていうこともないと、それ残念やった、それそれ恥ずかしいやつ、そうか、そう、てへじゃない、てへじゃない、そう、ちなみにその文章はあのネロの求人欄のパクリをしたんだけど、そうだね、それ言うたらいないね、あ、ダメだ、それはちょっと、そう、あまたな伝説を残してきた絶対的実力者っていうやつをちょっとそうだ、ね、パクったんだ、マキ・リキのやつ、そうそうそう、パクって会長と社長のやつをね、そう、パクらせていただいたです、あまたの伝説のところね、うん、これちょっとあのふざけすぎてるから却下出るかなと思ったらそのまま社長とシェアしてたんですぐシェアされたから、あ、いけるんやと思って、うん、大丈夫、割と、うん、いや、喉乾くな、そうだね、うん、いやー、ほんとね、あ、すごい、あのね、あれですよ、なんですか、しょうもないやつがいるんだよ、しょうもないやつ、なんでお世話になって、しょうもないやつ、酒飲め、俺聞いてないんですけど俺も聞いてないよ、勝手に来たから、なんそれ、なんそれって言うやん、勝手に来たからもう、はいはい、うん、出してください感がすごいよね、どうしよう、まあでもね、2人のジャッジだからそこは、うん、どうも、うん、そうですね、やめましょう、やめましょう、うん、そうだね、あの店の名前ネロなんで、あのだから今夜は寝かさないとから、あのリオグル寝かさないってなったんで、そうです、すごい、まあ、ネロはちなみにイタリア語だからね、そうそう、どういう意味か知ってる、黒、そう知ってるじゃんめっちゃ静か、いやなんやこれなんやこれ、ね、めっちゃ打ち合わせしてたよな俺らな、そう熱烈だよな、そういや熱い熱い、俺のせいや、ごめんな、トークが、トークが熱すぎるわ、めちゃめちゃ俺のせいやわ、本当に申し訳ない、一発目でこれだけね、めちゃめちゃ寝かしてて寝かさねただけにね、うん、めちゃめちゃ煮詰めてたよな、そう話し合って LINE もして、そう、そういっぱいね、小競り合い、いや、やかましいわ、うん、熱すぎる小競り合い、熱すぎる小競り合いは、小競り合いは別に熱くないから、トークが熱いの、そう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 、小競り合いはあまたの小競り合いをしたの、めちゃめちゃ考えてやってたんですけど、そうまさかのね、うん、そう侵入者もいるし、まあ、ちなみにそうイタリア語で黒って意味だから、そうですね、そうブラックね、ブラック、大阪の人関西弁っぽいけど、誰ですか、熱いやつお願い、下ネタかよ、下ネタですか、下ネタ大得意ですけどね、うん、NG ワードなるんで、あ、そうなんですか、分かんないですけどそうだったんだ、今何分ですかめっちゃ待って、それしか待たないで、ほらタイミングで CM お願いします、もうタイミングで CM いきましょう、じゃあせーのドン
慰安旅行って年何回あるんですか？年4回で。今までどこに行ったんですか？福岡、大阪、北海道、タイ、グアム、台湾。誰でも連れてってもらえるんですか？入店してすぐでも行けるよ。マジか！やっぱりロミジュリっすね。はい、ちょっとしんくんがね、今回は10秒前とか間に合わなかったんだけど、ちょっと間に合わなかった、遅刻なう、そう、しんくん特技発動してるから今前の回してる人も関西人だったよね。前のって、いや現在もだからね、たまたま狙うだけで今、そう、あ、帰ってきた、ただいま、そう、ちょっと打ち合わせしてたからしんくんが、なんでシンくんにはハートついてるのそれ。どこじゃないよ、どこじゃないってすぐ気になっちゃうからハートつけてる人好き。なんで俺にもつけてくんないのハート。あ、じゃあここで企画、あ、え、企画いけます。じゃあその前に、ね、その前にね、勝手に来ちゃったうちのやつ紹介するし、まあ、いいんじゃないですか。そこはハルキに任せるよ。ハルキの5000円出たら出すよ。え、でもなんかやめろって言ったら出さないけど。じゃあさっきシンくんいなかったから知らないですけど、CM 中にその特別ゲストが、お前ら思うな、こんなんでおもろいと思ってんのっていうなんか言ってたんで、やめようか。多分相当おもろい登場してくれると思う。あー、なるほどね。逆に行こうかなっていう、ちょっと頼りましょうそこは。あー、やっぱり、うん、あ、じゃあ出しますか。うちの、え、皆さん、うちの、プレイヤーズグループネロ、あゆみさんじゃないよ、 V4 達成してます。もう面白い、よいしょよいしょ。どこ素通りかいな、素通りかいな、どこですか、どこ。いや、どこでもいいっすよ。パチパチ、真ん中来てるらしいっすよ。真ん中っすか。そう、イエイ。ね、もう全然、花がダンサすぎるね、今の段階で。めっちゃ酔っ払ってるんでね、これでちょっと花が追加されたかなって。じゃあアンケート取る、アンケート取ろう、誰が一番イケメンか。それやめよう。なんや、弱気弱気ちょ、今声震えてたよ。いや、それはやめよう、それはやめようって。それやめよう、指名したいか。アンケート取る。あのね、あ、めっちゃモモコメント来てるよ。でもえ、嘘、モモちゃんでもシンク画面越し見ると田中幸喜に出る。捕まったやつやん。タイマーだろ。お前タイマー持っとらんか今。まあまあかな。魔法使いが登場って、え、童貞なんすかモモさん。俺は童貞だよ。あ、そうなんだ。俺はもうずっと童貞で、まだ30歳になってないじゃないですか。まあモモ登場したけど、あんま面白ないこと言う。感動るけどね。じゃあ本当にね、後半入ったから、また自己紹介終わったよ。飯行こうな、歩む。あ、そうそうそう、歩む。自己紹介終わったよ。あ、企画やりますか。自己紹介終わったし、いや、企画やりましょう。俺が考えてきた、それは待ってた企画、これが第1回だから、ね、やろうかなと思うんで。そう、俺の企画どうぞ。えい、ネロを語ろう。えい、よいしょよいしょ。ネロを語りますか。しょうもな、なんでやねん、しょうもな、なんでやろ。いや、だって今散々だってネロ語ってきた。自己紹介終わりました。いやいやいや、ね、もも登場しましたね、ナンバーワンの、はい、いや、ネロ語るそれ以外なくない。いやいや、だってさっき語ったじゃんね。めっちゃ優れるけど、うん、いや語ったもんだって。お願いお願い。でもしんくんがなんていうんですかね、なんかそう、打てないじゃないけど、うん、だってさっき語ってきたじゃないですか。ネロはこんな感じで、僕はこうですよみたいなやってきたから、うん、ね、なんか企画考えてあるからって言ってたんですよ、うん、俺がね。そう、香り焼酎飲みます。香りじゃねえよ、腹切ったからね。そう言ってたんですけど、まあどうせこんなんだろうなって思って、やかましいよ。そう、違う、そんなんどうせ来るなって思って、僕も考えてきたんですよ。お前が。はい、僕も実はね、ちょっとシンくん内緒だけど、マジでこいつコースなんですよ。そう来ると思って僕も企画を考えてきました。はい、じゃあちょっと僕の企画お願いします。はい、ドン。はい、ドン。ネロについて話してみないか。一緒やそのままやけ。
こういうとこっすよ。いや、そのままや。俺変な話、打ち合わせしたって言ったけど、してないっすか。早風打ち合わせしてなくて、ね、こういうことっすよ。結局一緒なんすよ。まあそれ行こうよ、一回語ってみよう。いやだから、まさか同じようなのが出ると思わなかった俺。いやかましいよ、言い方変えただけよ。それは一回語ろう。じゃあ俺の方が会長風に言っただけよ。じゃあ俺の方がちょっとイケボじゃん。一回語ろう。について会長風に言っただけで、常務する人もやけど、それでいいなら俺全然負けないよ。ちょっとそこ、ほんまやね、ちょっと違うだけです。いや、俺の方がちょっと、ちょっとかっこよくない。それがイケボなら、俺は全然負けないっていう話。何がですか。それが全然イケボなら俺は全然負けない。イケボかい、言い方違うだけ。あー、もうそうそうそう、もうそんなんじゃないか、俺。いや、言い方が違えばやっぱ全然違うっすからね。うん、言ったら、うん、だから、だって、じゃあ、ね、だからじゃあ、わかるやん、ハルキが俺めっちゃ説教してたよ、お前に、うん、めっちゃミーティング、すいません、ミーティング始まるけど、こせるやね、本当にお前がさ、ミーティングはやめよう、じゃあ。いやいやいや、いやもう、この人邪魔ばっかす、だからだからなさい、俺はそういうとこやで、お前が、ね、こうやって、ね、お前が自分の意見あります、意見あります、言うて、はい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 、ね、お前が、こうやって言うから、乱れんねん。はいはいはい、すいません、ずっと言ってるやん、お前。確かに、お前に。いやでも、ネロって乱れるって意味でしょ。やかましいわ結構今パチいった結構パチいった、言い落としたからね。喧嘩じゃ言うね、黒ちゃんかいって、ほんとにもう乱れるって意味じゃない。ほんまに、ネロについて語ろうからの叩きやじゃない、ネロについて話を一緒っすよ。いやでも、ちょっとこっから一回じゃあ取り直していきましょう。ネロについて話しましょう。うん、ネロとは、え、むずっ。だから、ハルキを本当に一緒にタッグ組みたくなかった。あんだけニコで、ね、ツイキャスのタイムラインで、まあ見た人は分かるかと思うけど、ね、タイムラインでさ、タッグ組みましたみたいな。まあね、待望のね、待望じゃない、誰が待ってんねんって話なんですよ。俺とハルキのタッグなんて、はいはいはい、顔でかいやつとちっちゃいやつのタッグですやん。いや、同じぐらいじゃん、ほらこっち見て、ほらほら、同じぐらいじゃん言ったらほら、同じぐらいじゃん。はい、いや、顔ででかいとこはね、そんな変わらんよ、みんな多分。芯が一番ちっちゃい。めっちゃコメント見てるから。いや、コメント拾おう、もっとまあね、うん、まあでも、要はネロについて語ろう、だったじゃん。俺が最初に語ったでしょ。俺のはネロについて話してみないか。一緒やん、言い方全然違う。言い方会長に、言い方会長風にしなきゃ。俺の方がかっこいい、ネロについて。俺はかっこいい。だからそれに関して俺が言ってみないか。めっちゃ言ってるやん、俺が。一緒やんって、内容は要はじゃ、なんか考えてんのって話ですよお前そういうとこやで、ね、団子何兄弟、団子三兄弟やなんかあんすか、じゃあ。まあ顔ちっちゃい、背もちっちゃいし、いやかもしれないなんかあんすか、アレク先生。俺っすか。いやでも今日は初回だから。いえ、違う、何が今日は初回よ、ほんとに。なになになに、今日は初回です。ちょっと待って、ちょっと待って、それあ、俺違うよ、お前が言うっすね。いや、違うから。違う、お前がちゃう、ハゲてない、ハゲてない、ハゲてないよ。違う、だから違う、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 やばー、マジでこの人そうそう、やばこの人、ハゲてないけど、ちょっとやめたらどっちがやばいと思いますやばい、もうこの人。あのね、ネロの名物の小競り合いでした、これが。小銭、あ、めっちゃタイムライン見てくれてるやん。あ、すぎる小銭やん。銭合ったことはないよ、ね、言ったら。どういう状況って、ほんとないよ。桃スール。桃スール、カズスールみたいな。見とるな、ほら見て、ここまでの付箋だったのかなって、うん、それ俺のブログやないかいワイのブログやないかい、それあ、見てくれてる人がいるわけだね。うん、シンクベロベロすぎてよ、ちょっとマジでちゃんとして。お前、じゃあお前さ、これは勝つよ、お前やで。ここで本当に小競り合い始まるからみんな、違う違う違う、でここで小競り合い始まるからマジやばい。こうだって、じゃあ監視カメラ見るか。いいっすよ。いや、いいっすよ、やかましいっすよ。じゃあ、しんくんが忘れてんの
でも、でもこういう時にシンク可愛いしか出てこないからね。じゃあ元々のさ、ちょっとあの紹介してくれよ、もっと。紹介して。あの元々のちょっと紹介して。紹介してくれよ。俺多分ズーズーしく来たかもしれない。星桃次郎。イエーイ。後ろのままでーす。イエーイ。本当にね、軽いね。うちのあの軽い。ナンバーなんで。V ボコ。ベルベルやないか。いや、やばいんすよ。いや、酒臭ベルベルやないか。いやいや、ま、俺がベルベル。ハルキでも言ったやん、お前がさ、ネロについて語ろう言うて、ちょ、ちょ、待って、ね、俺はさ、ナンバーなの。じゃあ、ネロについて語ろうって俺はさ、そんな許さないよ。もっと言いたいとこ見つけた。うん、なになになに。え、かお願いし、俺だってニコ生の人に言ってるから、お願いします。はい、Let's talk about Nero。 英語やないかい。俺英語得意から悪い。滑った、だから言ったじゃん、マジでやばい、マジで。え、だからそれを言った方がいいんじゃない。やば、本当に滑った、やばいこれ。じゃあそれを言った方がいいって。シン、そのあの、なんとか about Nero。 あのね、滑ったんで、うん、フリートークで行こうわ。じゃあ俺シンくんのせい、マジでシンくんのせい。いや、シンくんのせい。じゃあ俺こっから盛り直していい。いや、じゃあ盛り直して、じゃあなんて言うんだっけ、盛り返すじゃない、盛り返していい。盛り直すって大盛りにしたんすか。髪の毛みたいになってる。普通盛りから盛り直すって何。あとまあ5分ぐらいなんですけど、あ、うん、1分前やった。ね、 V4 です。そう、彼 V4 撮ってる、もちろん。はい、今月、じゃあ俺宣伝させて。今月6月18日、うん、あのイベントあるんで。おっ、罰ゲームイベント。罰ゲームイベント、あのね、その時に何があるかっていうと、本当にね、まさかの奇想天外のことがあるんで。おやおや、あの人がまさかっていうことで、ことあるんでね、まあね、うん、あのたくさんの、ね、そう言えないけどね。そう言えないけど、そしてね、たくさんの小細工も用意してあるんで、うん、これは小競り合いもあるから。小競り合いもあるし、たくさんの小細工も用意してあるから、見に来た人だけ限定で見れる、もうこの人がああいうことするんだみたいな、うん、ね、そういうことを、やってるから。ネロは負けないよ。うん、多分今月のネロはバイバーイ。じゃあねー。え、僕ら